ということで始まりました。お疲れ様です。お疲れ様です。あの正月の、ね、2時間トーク結構好評だったんですよそうなんですか。あの2時間の動画の維持率がすごい高くて動画が長いだけですよ。だけど、はい、違うんですか。そうですね。ただ今日好評だったで、今日ね秋山専務と石村先輩も隣にいるんだけど、はい、そのカップルチャンネルについて今後2人が何がやりたいのか、それを喋ってください。どうぞえ、カップルチャンネルやるんですかね。丸投げされた。やりたくない。カップルチャンネルですか。ただ俺悩みがあって、はい、あの釣り動画はもうほぼやめてるから、このチャンネルね、高橋由伸で。あ、はいはい、うん、今の時期だけですよね。うん、ちょっと秋田な釣りに。ダメです、そんなお弁じゃ、うん、あと肉体的な問題。あ、はいはい、うん、合宿するのがダリそう、そんなことで釣り動画が撮りづらくなってきて、はい、で、もうそのカップルチャンネルとかそういうのを俺やっていきたいなって思ってるんですけど、でもどう思う？カップルチャンネル、うん、いいんじゃない？なんで笑ってる？何がいいの？なんか大人しいカップルだね。やっぱドッキリとかやっていかないかんかな。あ、はい、カップルチャンネルやるならね。カップルチャンネルね、そういうの伸びますからね。伸びるよ、ドッキリは、うん、だから僕らでいいんですか。いや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 、だからビジネスカップルやろ。そうです。年の差カップルでもあるね。そうですね。10歳ぐらい離れてる。あ、そうですね。まあ、亀には年齢上でいってるよね。永遠の20代なんで。はい、カメラ何歳？永遠の20代って言うと思うんですよ。言っちゃってみたいなもんだ、ね、カメラ まだ今若いよね、うん、まだおばさんには見えないの。おばさんじゃないですよ、うん、サングラス変えた方がいいんじゃない？それかカメちゃん、なんでなんかあのこれ おかしいよ。お気に入りだよ。なあれみたい、あのバッタみたいな、ね、カマキいいじゃん、かわいい。そう、カマキリにしか見えないんだけど。仮面ライダーやん。そう、カマキリこの変身するんですか。あ、マジで。ちょっとドッキリとかもまたやっていきましょうか。そうですね、うん、はい、グダグダやね、なんかいや、まあちょっとインタビュー形式でということでね、カメリさんは今後 YouTube でこのチャンネル人気ないから、どうしたらいいかな。高橋さんが出ればいい。俺とカメリーの絡み取るかじゃ。あ、それの方がいいです、ね。ボコボコにしたらだろうか。高橋さんはね出ません。手と足だけでカメリーにボコボコに。前のあのカメリーにカーフキック100発やったって冗談で言ったらさ、真に受けたやつがいてさ。最近俺5チャンネル戦っとんだ。あ、はい。たまに。見てくれた。はい。俺の悪口ばっか書き上がって、うん、俺殺害予告受けた。おう、あのツイッターでも言ったけど、硫酸撒いてやると、おうおう、殺してやるっていうことで、うんうん、まあ、ただ彼も精神病みたいな人もおるからさ、うんうん、俺もあんまりことをでかくしないけど、だって説教がせないかな、そういう子には、うん、犯罪はあかんよと、うんうん、だけど悪口を俺はあのどんどん言ってくださいって言ってる、うんうん、あのヘイトがいるじゃないですか、ネットに、うん、はい、でヘイトっていうのはその日頃の学校とか仕事でストレス溜めた人がやらかした人を叩くヘイトのパワー、うんうん、だからそれを全部俺に向けてくれていいっつって、あ、悪者に、悪者、うん、だからそのヘイトたちが全部俺を叩けばいいって、うん、うん、かっこいいですね。かっこいいよ、本田圭佑さんが言っとったパクってみたいな。パクリゲですね。パクリゲ、はいでも本当ネットが多いじゃん、その芸能人でもさ、うん、なんか不倫してすごい叩かれたり、はい、異様ですもんね。生きた心地しないと思うよ、うん、ペンの暴力、自分に言ってくれて自分に言われたら分かるんですよ。いやね、だからじゃあいざやられたことないじゃん、うんうんうん、例えば自分が不倫して有名人じゃないか、また、うんうん、俺らは戦いよう、叩きようがないの、有名人じゃないか、うんうんうん、もし仮にチャンネル登録1000万人とか、うんうんうん、で、うん、不倫してるのがバレたりしたら、うんうん、すごいんだって、うん、もう生きた、あのアンジャッシュの人でしょ、はい、もうすごかったでしょ、不倫したから、はい、そうで、そういうヘイトになったことないけど、うんうん、
だって一応2チャンネルで俺のことをねつまらん、悪口言ってる人おるから、でもっと言えっちってね、つまらんっていうのは悪口なんですかね。だからつまらん動画上げるなとかね、そういう人をバカにするようなね。だから俺としてはその硫酸マーク以外だな。あとあの琵琶湖で見つけたら芝居殴りかかるとかそういうなんか犯行予告的なのあそれはちょっとそこがアウト。あ、うん、ダメです。それ以外は、うん、バカにしてくれていいよって言ってて、気にしてないんですよ。そのみんなのヘイトが受け止めるよって、で昨日の動画にもしたんだけど、みんな見てないと思うけど、そのブラックバス3チャンネルでもともとこのチャンネル始めてて、はい、そのバス釣り YouTuber を語るスレっていうのがあってさ、そこでひたすら悪口言われてて、その釣り YouTuber がね、そのケチつけられてさ、あいつなんかカッコつけてるみたいなね、だそういうものも俺が受け止めたいなって、ヘイト本当に叩かれてんだよ。で、なんで叩いてるかっていうのがなんか鼻につく、言い方がムカつくとか偉そうだとか、そういう些細なこと、で、みんなであいつ気分悪いよなって悪口書いてるんだけど、だったら俺を悪口言ってくれたらいい。そうですね、本気言ってますか。本気本気、全然、だから俺全然だから自分のチャンネルが失礼でさ、俺の悪口書いてあるよ、なんか、要するにね、もうこいつはオワコンでね、あの頑張ったってダメだよって、しょぼいとか悪口が多いよね、だいたい。まあいいこと書いてないね。そうそうそう、中にはでもフォローしてくれる人もいるよ、あの体に気をつけてとか、そういう人もいるけど、だいたい悪口なんだけど、全然俺は嫌じゃないから、その全然嫌じゃないんです。全然、なんか毎週チェックしてる、最近は面白いなと思って、だって俺のためにその歌を作ってくれたりさ、ウォーウォーツナイトでやっぱり神様っつってね、高橋様みたいな、歌を作ったり、あと尾崎豊のなんか卒業だったかな、それも全部替え歌で俺を褒める、そのね、ネラーとのそのね、インターネットの反響くるヘイトから、神様は守ってくれるんだと、この試合からの神様みたいな、そんな歌も作ってくれるから、それはありがたいなと。YouTube のコメント。いや、今5チャンネルって言って、そのネットの書き込む場所があって、そこでそこの話。この話。でカメリも書かれとるで。カメリもだから俺が危惧しとるのは、まあ、カメリごめんねこれ気づかない。カメリのヌード写真を撮れ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 と俺強化されてる。気持ち悪いな。その5チャンネル。気持ち悪いな。気持ち悪いやろ。で俺は気持ち悪いから書き込まないけど、そうやってでもみんないろいろ。そのコメントに、ね、書けないことをさ、書くのはまあ俺らで気分が晴れるならわあそれでいいかなって。なんか YouTube の釣り会でそういう叩きたい人いたら俺を叩けっつって、そういうかっこいい雰囲気にする、自分がハケ口になって、そうそう、素晴らしい考えです。俺叩いていい、はい、いくらでも。何の動画ですかこれ。いや、高橋魚心の動画。高橋魚心チャンネル。これじゃあもう入ってもらった方がいいんじゃないですか、みんなに。いや、ただ2人が俺は売れる素材だと思っとんのよ。売れてないじゃないですか、全く。いやいやいや、だから専務と売れないんですよ。石丸さんはあくまでサブだと思うの。で、今日もこの後撮影入ってるけど、石丸さんは撮影入ってる、言い方がかっこいいですね。石丸さんはその、あの悪い役やってもらう予定の、今回どうしても嫌だったらよく、そのいい役やろうか、今日。あ、いやいや、もう悪役でいい、任せます。いやいや、それ選んでいいよ。だから主役貼ってもいいよ、今日。だから、その俺が、まあ、専務か茶会が悪者になってやっつけてと捕まえて警察呼べって、てかみんなこうやっぱ主役やりたいもんなの。そうだと思うよ。俺は全然ないと思う。主役を、いや、主役やりたいんですか。選んでいいよ。まあ状況、いや、それはだっていつも、石村さんいつも悪い役ばっかや。あのね、いや俺はね、最初主役でもね、結局は悪役になるんですよ。いやいやいや、違う変えられるけど。違う、それは脚本変えられるんですか。あの渡された台本と違う。いや、あの台本を決めた時にもう初めから決めた時は変えようないよ。それで台本、いやいや、途中で変えますよ。高橋変えるって言ったら変えてない。いやいや、変えへんね。だからそれはいいよ、あなた主役やりたいなら主役で、うん、いいんじゃないですか。だからどっちでもいい。だから専務が悪者役か、じゃがい役をやるかだろう。それを変えようがない。
悪役でねえ西村さんがやっつけてさ警察呼べっつって、いやでも俺演技へぼくて、なんか変態役じゃないとダメ、それ以外の役はなんか下手なんよって言われるんよ。あ、変態役は変態役だけはうまいけど他の役は全くうまくないんで、ね、今回のはさカメリンが痴漢に襲われる、その暴漢に襲われる、なんかカメリンに抱きつけるシーンもある。あ、じゃあ俺それやるそっち、はい、カメリンはキャー言わないかよ、キャーやめてって、専務か俺か誰でもいいけど助けに、このストーリー、いや、高橋さんが助けれると思いますよ。もう俺がやってもいいし、なんで通行人 A とかがいいんですね。秋山さんと僕は通行人 AB で、はい、その話またにして、はい、2人はその YouTube でさ、俺らもう潰れかけじゃん、このチャンネルは、うんうん、収益がなくてさ、はい、それを盛り返したいんですけど、じゃあこういう動画撮っとっちゃダメじゃないですか。いや、俺はありのまましかないと思って今。ありのまま出してそうなっちゃってますもんね。いや違う今まで作ってきたやん俺ら。やらせばっかりやったやん。で高橋芳新っていうのも全部やらせだから。そんなことないでしょ。いやいややらせだよ。あれ全部やらせで、やらせやってきて失敗してから、俺はもう最近思ってるのはもうありのままでいいかなっていう。やらせ続行するしょ。いやいやいや、やらせっていうか台本も時にはあるけど、うんうん、基本はだからそれもありのままで舞台裏も見せるよって、うんうん、こういう感じで撮影してますっていう形で、まあ親近感、まあ親近感はあるでしょうね。ないから人気ない。親近感だけは多分断トツであると思いますよ。動画出してる昨日の800回とか1000回とかだよ。いや、そこと親近感がすごいんですよ。だからその数字を増やしたいから、うん、なんとかしなきゃいけない。なカメリに一肌脱いでもらわないかな、うん、いや脇山系でいいんだよ。え脇山系でいいんだよ、うん、脇山系で最近俺言われたんだ、脇山系の YouTuber です。誰が言ったの？コメントで来るんだけど、コメントでそれ何どういう意味？だからガチでやってる脇甘い系の YouTuber きっちきっちりこう予定を立ててそれ通りにやるっていうわけじゃなくて、うん、まあ、途中でなんか予定してなかったこととかがいっぱい起こるような。ドッキリがいいじゃない。チャガキ TV。ドッキリ。ドッキリ。ドッキリいいなと思う。ものすごい茶番になっちゃうんだよ。なるけど。ただあのこの高橋芳新で一番伸びてるのがドッキリなんだよ。2本。俺と丸の喧嘩、島さんの喧嘩。あと、ボタベーバーね。やらせのやつ。うんうん、その2本が1位2位ワンツーフィニッシュ、うん、結局釣りとかやっても伸びんし、結局釣りって大コアなファンで、なんだろう、釣り業界のトップでもねアベレージで20万再生ぐらいなんだよね、うんうんうん、それ以上に上がれてないんだよねアベレージが、うん、まあそれが頭打ちなとこが釣り業界で、それに関してまあドッキリだとまあそれが100万再生いったり、うんうん、だからうちもドッキリチャンネルに変えていこうかなと。で釣りやるのは俺が本当に趣味でやった時にちょっと動画出すレベルで思うんですけど、うんうんうん、どうかな。ドッキリもな、表情がないとですね、目がね、目取りゃいいじゃんと嫌な、毎回出演者が一緒みたいな、うん、何のドッキリですかいやいやいや、やらせドッキリだよ、うん、いやカメラにもうドッキリいろいろかけてってよ2人で、はい、ガチのじゃあ、ね、ドッキリもやる、ね、ドッキリやろうよ、隠しカメラで、かもちろん隠しカメラでな、うん、だからそれでもうそしたらピーピーになっちゃうよね、もう本確かにそう、名前がもう本名の丸出しになっちゃって、そうだドッキリ、まあだからただやっぱそうだね、それは考えてやってトラブル、本当のトラブルにならんね。あれ、5チャンネルの書き込みしとる人たちって誰かって分かるん、うんうん、5チャンネルに問い合わせしたら教えてくれない。ただ俺が例えば不快ですって訴えるって言ったら、うん、まあ、弁護士とか告訴するたりするとなんかできるの、金がかかるの、要するに IP アドレス調べるのがものすごい面倒くさい。で、もう5チャンネルとかそのもんはもうその対処しないのよ、いちいち。ただ殺害予告とかで俺が許せないって訴えるって言うと、うん、多分調べて調べて金がかかるわ。で金がかかったら、例えばこいつが俺の殺害予告したとか、
あ、分かるっていうこと。分かるよ。そのドッキリってできるのかな。いや、できるよ。だから俺今回ツイッターで言ったね。ツイッターで言ったのよ、うん、俺二流三かけて殺すみたいなこと言うから、うん、あのこれはあのいい線超えてるよって、うんうんうん、バカにするのは全然いいんだよって、うんうん、だけど俺をなんで流産をねあの巻いてやる殺してやるとは書いてなかったけど、うん、流産をばらまいてやるとか言うから、あと俺を殴るっていうのはよく多いね、うん、だからまあそれもちょっとどうちょっと一線超えてんじゃないのそれねえ。だから殺したいとは書いてないね、うん、ただ流産を匂わせだよ今の。あ、でもいやでもそれはちょっと行き過ぎとんやな。行き過ぎとるよ。ただ殴るぐらいはね。いや殴ってもあかん、まあ、いかんけど犯罪よ。ちょまあわかるけど、いきなり殴られたら犯罪でしょ。ちょっとそれは行き過ぎとるような感じはするけどね。いやただ書いとる人たちもまあもしかしたらそのもうちょっと精神的に追い込まれてる人かもしれない。軽い気持ちで書いてるでしょ。だと思う。だけど本当に殺すつもりで、めちゃくちゃな理由がなきゃそんなことは普通言わへん。いやいや、何で笑ってんの。殴るが一時タイチじゃタイマー張るっていうのが要するに多いのが、タイマー張らせろっていうのが多いのよ俺と。なんか要するにそういうのが多いのよね。ただ彼らはその脳、後ろ後ろ、脳のさ、障害があって、あの例えばあの俺がライブでも言ったんだけど、なんかあったやん、通りまでさ全く関係ない人車で跳ねててナイフで刺して殺したりとか、そういうようなちょっと常軌を逸しとる人が書いとるかもしらんから、まああまり刺激してもなと。ただバカにするのはいいよって言うんだけど、あ、なんで笑うの、笑うことないのすいません、ちょっとなんか何が面白いの。高橋さんが何殴られてるの想像した。え、なんですいません、ちょっとつぼっちゃいました、すいません。なんでなんで、あの人不真面目だね。誰が世界部、うん、からない。いや、だから面白い。すいません、うん、僕のツボでした今。いや、だから全然俺はいいね、バカにされて。本当に話し合いができたのね、ごちゃんも。いやいや、ただ書いてる人たちがその精神状態が乱れてる人が多いから、うん、病んでる人が多いからいろいろ書くのよね、感情的になって。俺が例えば5チャンネルはバカだとか言うと、こっちは悪意はないんだけど、クソバカって言われたって恨んじゃったりさ。あ、まあまあね、それはちょっといかんかもしれない、そういう言い方は、うん、ただ俺はいつもバカにはバカって言ってないと分かんないから、頭悪いんだからっつって、でこういうこと言ってるとまた叩かれる。煽りたいんでしょ。何が煽りたいんでしょ。違う、あのうちのスレッドの子はいい子ばっかなのよ。バカにするけど、まあ愛情を感じられるなと、うん、ただそのいじりだけでも耐えられない YouTuber が多いから、うん、その人たちが心の病に なってるよって。あ、個人名でものすごい叩かれた人おるから。っていうか、すれは見ねえんだよ。でも気になっちゃうのよ、これでまた触れ気になるんだよ。あるんだ。じゃあ自分がそこ触れないでってとこをまたいじるのよ。触れてほしくないところをさ、 あの時あいつはああだったに違いないとか、うん、その痛いところをまた探すのよ、うんうん、で悪口書いて、やっぱりなあいつはって、そういう人たちが多いから、だから俺はね、そういう殺害予告とか、その暴行予告とか、まあそういうのじゃなければ何でもいい。気持ちが悪いでもいいし、頭が悪いでもいいし、でそこで俺はギリギリ健常者って、ギリ健ってあだ名作られた。ああ、ギリ健の高橋って。ひどいやろ。別にそれもまあまあひどい。ひどいよ。ひどいけど、まあまあ別に俺は そんなにそこはカチンと来ないところ。で、俺のことを発達障害だって言ってくる。うんうんうん、頭が悪い ADHD で発達障害って言うんだけど、うんうん、俺はそう思ってないの、うんうんうん、だから別にそんなに気になるの。ギリケンの高橋ってムカつくもんね、殴るだとかさ、それとも子供の発想やもん。いや、だから本当中学生みたいな感覚なのよ、うん、タイマー、とにかく俺とタイマーもありやりや。いや、もうタイマー気力ないよ、中高生までそんなもん。あの体力も気力もこっちもないですからって感じなんだよ。だけどなんかそういう、あと多いね、相手が分からんけん、ちょっとね、うん、まあまあ確かにね、なんか対処のしようがないよね、うんうん、そうだから俺はもうね、逆にそれ今面白おかしく自分で見てるから、まあ1週間に1遍しか見んけど、うん、見んときは2ヶ月見んよ。たまに見るとすごい悪口、何こいつっていう、うん、面白いと思ってる。ただそれを傷つく人が多いから、
あんまり悪口ばっかり書いたらどうなのって、うん、俺も見たことあるけど、うん、そんなにだけど悪口書かれてないよね俺はね、うん、うんうん、あの世間の他の人と比べて、まあそこまで恨まれることしてないから、うんうん、ただ俺がもし、うん、なんだろう、例えば不倫してたとかさ、うん、例えば2人が結婚しててさ、うんうん、俺がカメリンに不倫して、うんうん、したらもうすっごい叩かれるよ。その叩かれますかね。ベッキーの時見てないのすごかったじゃん。いやあれはだってだその表の顔と裏の顔のギャップがあったもんで余計叩かれたってことでしょ。あれ違うよ、純愛だったんだって。まあ、あれは純愛でしょ。だからベッキーが相手がもう別れる状態だったんでしょ。だからそしてやっぱり純愛だったんだけど、それがまあ不倫っていう形になってたから、うん、すごく、しかもさ LINE のやり取りとかを公開するじゃん今の時代、うん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 、まあなんか2人とも大物なんだよね、うんうん、あれはまあそうか、それ話題にはなるよね、うんうん、すごい叩かれて、うん、俺らなんか話題になりようがないよね。そうそう、ないんだよな。ただ YouTuber だってやらかしたら叩かれる。今のところ知名度ないから大して盛り上がらんわ、うんうん、でこれであなたたちがチャンネル登録100万人になったで叩かれるときにすごいんだって、もう閉鎖に追い込まれるんだって、うん、言葉の暴力で、うん、すごいよ、そのもう悪口しか来ないから。悪口ね、ひどいんだよそのヘイトっていうのはね。だからあの前回でもね、 YouTuber がね、うん、ちょっとやらかした法律破ってた、すごかったでしょ。あ、はいはいはい、ヤフーニュースに出るぐらいですからね。出ちゃうよ、や、うん、有名な人はね。俺ら無名だから、うんうん、叩かれることもないけど、でもそんなんでもちょっと多少はね、この間茶会も戦いとった。おー、聞かせてください。だからこの間2時間ライブで、2時間動画でね、高橋さんがまだまだやろうってやる気の時にさ、もうやめよって水なんかさしてんじゃねえと、やる気がねえのかこの野郎って言ったら書いてあったで。あ、そうなんですか。もう何が2時間でも、8時間でも24時間でもやるなだろうみたいな。あ、すいません、やる気あんのかみたいな、はい、こっち側の身になってほしいですよね、本当にね。え、何かその綺麗な絵ですね、いつも。その何時間も何時間も、2時間も、もう全部なんていうのバカかって言われるぞ。それはあの公共の場なんで。ああ、なるほどね。言わないじゃん。裏でボロクソ言うけど。いや、でも視聴者叩くのはね、良くないみたいよ。ですよね。冗談でも。はい。もう俺は叩いとる、視聴者を。ん？俺は言うけど、あんまり言わん方がいいわ、視聴者の人、見てくれてる。言わないで、だって。うん、僕は言いませんね。俺はバカだ。感謝しかない。バカだ、クソだって言ってるよ。そんなコメントも来ないもんね。うん、悪いようなこと言われないね。ああ、そうか、うん、まあ動画の内容がいいかもね、うん、どうかな。俺は結構そうえぐるからさ、うんうん、そうそうそう、えぐったところを見たいっていうちょっとしたあの、うん、少数がこう煽ってくるもんね、うん、もっと綺麗なとこ見せてください高橋さんって言ってくる人多いでしょ、ね、切れる体力がないから。ひどいもん入ってこない。マジで。そこでやっぱりカメリン聞いたの綺麗なもんだよね。そう、カメリン怒る。ちょっと最後の最後に分かった、じゃあ俺宿題与えるわ。カメリン今から役者女優なんて、俺のね、まあ、人生 YouTube と女優でかけるんだから怒る練習せない。で今ライブでこれ録画されてるけど、じゃあそこ演技指導怒る練習やろうか。いい、じゃあちょっと俺が言うから俺のモノマネしてくれりゃいいから。先に言ってくる、絶対無理やね。カメちゃん、これ。いやいや、モノマネです。いや、いいから。見とけよ。こう立ち上がって、そういう感じやな。食べるかい、やめろ。何言ってるか分かんない。じゃあ、お前、どこのもんや。めちゃめちゃ馬鹿にされとるで。カメのモノマネ。やめなよ、お前。高いの出てやったから嫌だよ。はいはい、カメにやってみよう。かけてああやって怒るんだよ。チャガイフに対してそれちょっと立ち上がってるの。あれモノマネしとんの。じゃあ夢に出てきたカメリンモノマネ。あのカメリンが何か夢に行ってなんかいきなりすごい偉そうになっててさ、あの高めにでかいんだけーいきなりこんなにしちゃって
そうそうそう、夢出てきた。やって、早く早くやって。なんでそうだ、夢出てくる。いやいや、演技指導です。これは私の高橋さんのものまで。ああ、だったらいいよ。怒る練習な。要するに、だから、うん、この人がにちょっと絡む、そのチンピラ役の練習しよう。うん、いいよ。おい、この前よ、これ。いや、ちょっと全然まだ照れてる。そんなんじゃなくて、全然照れてて、じゃあ俺の方見てごらん。こうして。あみ、何言うのか。あみ、できるね。こういうふうで。絶対、絶対真似してる。あの、おじいさんのイメージを。おじいさん、ちょっともう、ろれつが回ってない感じ。はい、どうぞ。おみ、どこにもいいよ、ね。いや、ちょっとわざとらしいよね、これ。いや、いや、違う、だからこれは映画なんだから、映画だから、要するにあの、まあ、いわゆるこれ今だ、そのチンピラになったイメージ。みんな、いいよ、気にせんでいいよ。チンピラになったイメージで、この人があなたのところを荒らしてきたから、言いがかりをつけるシーンだよ。そのシーンなんだから、威嚇するように通せないんだよ。何しろ威嚇する、誰、何しろ。もう本当それおる、そういう人おるけど、ああこんな人います。おじいさんのイメージだよ、おじいさんのイメージで腰が曲がっとる。もう高橋くんがやっていかんわ、これでもう笑かしちゃったもんね。そうそうそう、いいよ、早く早く、マジで出てほしい。練習練習。じゃあ怒るシーン、その椅子に亀に言うと、おじいさんになりきったつもりで腰の曲がったね、こう杖をつきながら、亀に言うと所有する田んぼに勝手に入っとったみたいな設定を、どんどんだから田んぼにこう入ってきたから、危ない、だから入ってないってこういう感じで、はい、やれ。一番うまいわ、本当。うん、あの、そのそのおじいさん、 おばあさんが自分の畑に勝手に入っとるから怒ってくるシーンを撮る。なんか僕らが小学校ぐらいの時にそういう人おったでしょ。俺も怒られたもん、田んぼで遊んでさ、おじいさんが出てきてくれーって。そう、おじいさんなりそうやね。いやいやいや、そうなんだ。赤目にちょっと怒る練習やで。あんたおじいさんなんだから、もうだから女性って今まださ、可愛く見られたりとかさ、女の子ってなんか取れてないのよ。こう役に入った時は、あ、私今老人なんだ、おじいさんなんだ。で、自分の管理してる畑を荒らしてくる人がいた。注意しなきゃってもう怒ってる状態よ。はい、どうぞ。おじいさんになりきればいい、なりきればいい、いいよ。おめどこに置いてくる。今のいいんじゃないですか。いや全然ダメ。俺が手本にしたろ、手本。こういう風よ、こうやってこうして、こういう状態、顔もこうせないやん、こうやって、まあ、顔も、まあ、顔から違うよ、顔も、まあ、こういうもう顔が変えていかないか。顔こうして、何に入ったんや。ギャッギャッギャッ。いや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 、指導だよ、演技指導だよ。カメラやってみようよ、眉毛をハの字にせないと。そうそう、もう顔も変えないから、顔変な顔して、変な顔。いやいやいや、まだ可愛くなっちゃった。もっとひどい、はいみたいな、歯を剥き出す、歯を剥き出しにして、狂犬病みたいな。どこに入っとるねん。違いいいよ、どうぞ。うえ、どこにもいや。まだまだだった。今あの面接で落とした俺は。あ、本当ですか。そうそう、女優の。ちょっとカメにもうちょいだわ、照れだな。結局あの妖怪とか老婆になるイメージだから俺は、うんうん、歯むき出しにして狂犬病みたいな感じで、よだれがずっと垂れてるレベルよ。よだれ垂れ死ながら来たみたいな、うん、だから実際つばよだれ出してもいいんだよ、そこで。ああ、入り込んどって、入り込んでって、うん、そのままこう胸ぐら掴んでいくみたいな、うん、えっ、じゃあカメにはもう無理だわ、あの怒る役恥ずかしいから。だから襲われる役今日やるか。怒れますけど、そのおじいさんの怒り方じゃ怒れんで。恥ずかしい？いや、おかしいです。いやいや、おかしい。昔のおじいさん、そうやって怒っとったよ。
だからもう歯とかも抜けとるから、うんうん、まとめしゃべれないと思う、うんうん、もうあの入れ歯だから、うん、あうめーってそのおじいさんが怒るおばあさんとかね。よきよき。じゃあちょっとじゃあ亀にあのこれはね、本編が出たところ公開するから、あまあちょっとネタバレになっちゃうからこれは後から公開するんだけど、亀に襲われるシーンを撮りたいから、うん、やる？襲われるシーン、サングラス、うん、いいよ。え、今やろう？いやだからイメージイメージ、本当に触ったらあかんで、これこういう風な感じでやるから亀にはキャーって言うんだよ。ああ、これ演技シーンだな。いやだから本当にダメだよ、本当にで。あ、それ椅子引っ込めて、立ち上がって椅子を引っ込めてで、そう、いいよ。で、そうしてこっち、こっち、あんたこっち、もうあんた出なくていい、はい、で、イメージはカメリン、これがカメリンね。で、防寒役、今日の映画のシーンをで、こうやって折ったらあんたちょっと後ろ向いて、後ろ後ろ、あ、俺が石村さん役な、こう来て、キャーキャーこういう上だから、触れるところは、ごめんね、カメリン、肩と左、こういう感じね。これより前にこうやっとったらカメリン、俺に言って、それは犯罪だから。ちょっとそれ変かな。いやだからカメリン、ここと、ここをこうね、右肩と左腕の後ろ、この辺をこう、キャーキャー、そうで、カメリンは本当にヤーって本当に外していく。それをちょっと練習してみよう。あの本番でいきなりやって怪我したらいかんから。よし、カメリン後ろ見てごらん。はい、行くよ。はい、よーい、どん、どうぞ。キャーキャー、違う違う違う、あのね、まだ照れがある。あなたも照れとる。あのね、顔がこうなっとるでしょ。カメリンの頭ここにあったらこうせんと。で、その、ちょっとその吐息が、その、本当に触ったらあかんで。いや、触ったらって、触らんといかんやもん。いや、だから右肩後ろと手の後ろをこう持って、あ、今こんなの撮ったのよ。こんな風に。それは一応カメラ目線で。いや、だからカメラ目線じゃなくていい。はい、本人、防寒だから。うわーって。よし、やってみよう。はい、どうぞ。よし。いやいや、カメリンもっと嫌がってよ。だってさ、カメリンのもさ、あのさ、漫画みたいでさ、キャーとか言って、そんな人おらんから。普通にキャーって、あのちょっと本気っぽくで、あの掴むとこもさ、右肩もちょっと上がいいかな。ポテトも下行っとるから。よし、行ってみよう。こことその辺を掴んで、ここ、そう、襲う感じだよね。じゃあその通り魔的な、よーいドン。あ、サブ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 、いいシーンだった。え、あ、本当に今のはマジで良かった。カメリンのが声が良かったわ。はい、100点。よし、じゃあ次の撮影で今のシーン使ってやろうか。うん、いや、カメリン良かったわ今。本当っぽかった、キャーっていうのが。やった。